スポーツをするとき、人はたくさんの空気を吸い、気温を肌で感じ取る。自然環境の変化を敏感に感じ取り、自然の力を自らのパフォーマンスへと巧みに利用する。スポーツをしているときこそ、人は地球環境の変化をより強く感じるのではないでしょうか。私たちがいつまでもスポーツを楽しむためにも、地球環境を守り続けることが大切です。では日本のトップアスリートたちは今の地球環境に対してどのように感じているのでしょうか。そして選手たちは普段からどんなことを心がけているのでしょう。選手たちの声を聞いてみましょう。毎年練習とか大会とかで海外行ってるんですけど、去年スイスに行った中で思ったのが、去年本当雪がなくて、本当かき集めた雪でパイプだったりとかジャンプだったりとかを作ってるっていうような感じでした。スノーボードをやってる以上、雪は絶対に必要なものだし、ハーフパイプとかジャンプ台とかを作る時にすごい雪を必要としてるので、雪が少なくなるのは本当に選手にとって辛いことだし、この先続けていくにあたってどうなっていくんだろうなっていう不安はあります。日頃自宅にいてオフする日もすごいあるんですけど、その間家にいる時に寒いと思った時に暖房をつけないで部屋の中で筋トレをしたり体幹をやったりとかして体を温めて、なるべくこうエアコンだったり暖房はつけないようにはしてます。バドミントンは風の影響を受けやすいので、基本的には窓を閉め切って練習や試合をしています。なのでとても暑く感じます。最近ではと LED ライトを使っている体育館も増えてきてるんですけど、水銀灯を使っている体育館はなんかそれの発熱によって室温もすごく上がるのでとても暑く感じます。夏は特に暑く感じますし、逆に冬はすごく寒く感じたりもします。冷房が完備されてない体育館だと湿気ですごく汗も出ますし、かといって冷房をつけてしまってもシャトルの飛びが風によって変化するので、すごく調整が難しいところだなと思っています。バドミントンはシャトルを多く消費するので、羽が折れたりしてもすぐに捨てずにノック球に使ったりトレーニングに使ったりなどいろいろな方法で利用しています。ちょっとしたことですけどとても大切なことだと思っています。食事を残さないことは心がけています。また普段の生活の中でも水を出しっぱなしにしないとか、ゴミをできるだけ出さないとか、当たり前のことなんですけど環境に何か影響があるのかなと感じて心がけています。ネットなどで異常気象が起きているのはよく見るんですけど、もうそれが異常なことではなくなっている気がします。夏場のコンクリートパークでの大会は東京オリンピックとかもそうだったんですけど、実際の気温より体感温度がすごく高く感じました。温暖化が進んでさらに暑くなることを想像すると怖いです。温暖化がこれからも進んでしまったら、シーズンによっては外での競技自体が難しくなってしまって、スポーツどころではないかもしれません。使えなくなったスケートボードでも捨てずに、なんか椅子とか靴箱とか作ったりして使ってます。まずは物を大切にすることを心がけるようにしてます。気候変動という言葉、皆さんもよく聞くのではないでしょうか。近年、地球温暖化の進行により
皆さんの身近でも様々な影響が出ています。トップアスリートたちが話していたように、スポーツの世界でも気候変動の影響が出ています。夏のスポーツについて考えてみましょう。平均気温の上昇、真夏日や猛暑日の増加といった気候変動の影響で熱中症のリスクが高まり、試合の中止や延期、開催時間の変更をせざるを得ないような事例が出てきています。気候変動の影響を受けるのは屋外のスポーツだけではありません。学校における熱中症の発生状況の割合を見てみると、屋内で約 23% も発生しています。熱中症はバスケットボールやバレーボールなど屋内のスポーツをしている時にも発生しているのです。皆さんは暑さ指数という言葉を聞いたことがありますか？熱中症を予防するために参考にできる指標です。スポーツを行う場合、暑さ指数25以上は警戒、28以上は厳重警戒、31以上は原則中止とされています。実際に運動時に起きる熱中症は厳重警戒のレベルで数多く発生しています。このまま地球温暖化が進むと、21世紀末には関東から九州、沖縄にかけての全域で8月は毎日日中の暑さ指数が28を超え、厳重警戒以上となるという予測も出ています。8月にほぼ安全にスポーツができる地域は日本にはなくなってしまうかもしれません。そして気候変動の影響は冬のスポーツにも。地球温暖化による平均気温の上昇は冬の降雪量や雪質にも影響を及ぼしています。例えば豊富な積雪量と良質な雪質により楽しむことができるスキー、降雪量が減少することでスキー場の来場客も減少することを示すデータがあります。そして地球温暖化による気温上昇が進むことで将来的にスキー場の環境がさらに悪化する可能性を示す研究結果もあるのです。想像してみてください。野球、サッカー、テニス、マラソン、スキー、その他にもたくさんの皆さんの身近にあるスポーツを、そう遠くない未来に気軽に楽しんだり観戦することができなくなるかもしれません。こうした事態に対してスポーツ選手やチームが危機感を持ち、地球環境を守るための脱炭素化に向けて取り組みを始めています。Jリーグのヴァンフォーレ甲府は地元の企業や団体の協力を得て2004年からエコスタジアムプロジェクトを始めました。スタジアム内での紙コップの使用を廃止し、デポジット方式によるリユースカップを導入。また2019年からは大学などと連携して CO2 の見える化に取り組んでいます。練習、試合での施設利用や選手の遠征などによる移動だけでなく、観客の試合会場までの移動も含めたチーム活動全体でどれだけの CO2 を排出しているかを把握し、今後の CO2 削減に役立てていきます。プロ野球チームの埼玉西武ライオンズは2020年から西武ジアースライオンズグリーンアッププロジェクトを始めています。球場内に置かれたゴミ箱は5種類に細分化され、球場内の店舗では環境に優しいレジ袋の使用やプラスチック製品の削減に取り組んでいます。また廃棄されたペットボトルを新しいペットボトルに再生させるという水平リサイクルの取り組みも始めています。この他にも食品廃棄物のリサイクルや廃油からバイオディーゼル燃料を生成するなど、さまざまな取り組みにより野球を通して持続可能な社会を実現することを目指しています。バスケットボール B リーグの信州ブレイブウォリアーズはクリーンエネルギーの普及や活用に取り組んでいます。2021年には地元の自治体や電力会社と連携して地元産の再生可能エネルギーを利用した CO2 フリーの試合を開催しました。ファンや自治体、企業と一体となって地域の脱炭素化を目指した活動を推進しています。スポーツをする人として、またスポーツを見る人として、私たちにもできることがあります。例えばスポーツウェアを長く大切に着たり、
スポーツ用品の修理や補修をしてより長く使い続けること、さらにフリーマーケットやシェアリングなどを利用してスポーツ用品の購入や維持費用を賢く節約したり、環境に配慮された素材で作られた製品を積極的に選ぶことも私たちにできる行動です。スポーツ観戦時にできることとしては、試合会場まではできるだけ公共交通機関で移動したり、徒歩や自転車を利用すること、またマイボトルを持参したり、会場で購入した食べ物や飲み物は残さないことなどが挙げられます。スポーツをする人は体づくりも重要ですよね。旬の食材、地元の食材で作った新鮮でバランスの良い健康的な食生活を心がけることも、脱炭素につながる大切な行動になります。さらに運動すること自体が体を温め、過度な暖房使用を抑えることにつながります。環境省ではこのような日常生活における脱炭素につながる行動をゼロカーボンアクション30として発信しています。ここで挙げたアクションの一つ一つは私たちの心がけで今すぐにでもできることばかりです。大切なのはあまり難しく考えすぎないこと、できることを自ら楽しむことがより長く続けられるアクションにつながります。これからもずっとスポーツを楽しむために、皆さんもまずできることから始めましょう。一人一人がベストを尽くし、みんなで一緒に取り組むことで目指す未来にたどり着くことができる。それは気候変動対策もスポーツも共通していますね。国際オリンピック委員会は2030年東京オリンピックから CO2 排出量を実質ゼロにする取り組みを進めています。スポーツ分野においても気候変動対策は不可欠な状況になっているんです。地域と密接な関係にあるスポーツだからこそ、チームや選手が中心となってファンの皆さんも一緒に気候変動対策に取り組めるのだと思います。いつまでもスポーツを楽しめる環境を守るための行動を続けていきませんか。一人一人の行動は小さなものでも、くじけることなく努力すれば必ず私たちは目標にたどり着くことができる、そう信じています。これからの子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えていくためにも、一つのチームになって頑張りましょう。どんな小さなことでも一つ一つ積み重ねること、トップアスリートたちはその積み重ねの大切さをよく知っています。どんな素晴らしいプレーや世界記録も一日一日の努力の結果です。私たちが目指す脱炭素社会の実現は、そんな積み重ねの先にあるゴールです。まずは一緒に身の回りのできることから楽しく取り組みましょう。ゴールラインを越えるその日まで、皆さんで力を合わせることが必要です。私たち人類は、この地球を守る一つのチーム、ONE Earth, One Team。